何の用だ。動物愛護協会で働いてたの。シスターズの外れに小さなオフィスと犬小屋があった。あ、100匹ぐらいいて、ほとんどは捨て犬だったんだけど、たまに飼い主が現れてね。職員が病気のポリを。巣が近いな。匂いでわかる。一体どこにいるんだ。
金になる。次はこの近くにあるな。いいぞ。ここじゃないな。どこだ、リサ。リサ、一体どこにいる？ここら辺にいるんだろう。ちょろいもんだ。どうやって中に入んだ？
開かないぞ。リサのメモか。何もかも忘れたい。リサが書きそうなことだ。Yes.で何か聞こえた。
ああ、悪くない。できたぞ。また巣があった。燃やそう。おい！
一体何があったんだ。価値のあるものは残ってねえだろうな。弾はいくらでも欲しい。死ねと。さてと、なんだこいつは。そういうことか。もらっとくぜ。石か、危ねえぞ。
よっしゃ。役に立つな。これは知らなかったな。Ah!
パンデミックが起きた時に知ってたこと？よ、怠け者の様子を見に来てやったぜ。調子はどうだ？寝てるのはもう飽きただろ、ブーザー。ディーコン、今やめときな。どうなってほら、ディーコン。あいつの調子は。休ませないと。ごまかすなよ、アディ。あいつはどうなんだ。大丈夫だ。よくない。クソ寒い。でも、抗生剤を持ってきたら。足りないんだよ。すぐに。待てよ。だって治るって。努力する。そう言ったの。いい？今は待つしかない。待つか。ああ、分かった。リーコン。それなら俺にも何かできることがあるはず。リーコン、いいか。聞いて。心配で何かに八つ当たりしたい気持ちはすごくわかる。好きにしていいけど、暴れるなら外でやりな。分かった。ここであんたにやれることは何もない。お願いだから。早く帰りな。帰るんだよ、リーコン。な、ディーク、ディーク。奴は大丈夫か？ああ、そうだな。大丈夫だ。何日か休めば。ちょっとついてこい。見せたいもんがある。俺は忙しい。俺も危険を犯してんだ。信じろ。悪い話じゃねえから。いいか、聞け。何ヶ月か前、あるドリフターがキャンプに来た。いろいろなこと言ってたが、世界がこうなっちまう前はフェアウェルの空港で働いてたんだと。ある晩、ポートランドから来る予定だった便が来なかったらしい。その便は病院の荷物を運んでたんだと。病院だと？ああ、わかるか？薬やら医療用の物が満載の輸送機だぜ。きっと抗生なんとかっていうのもあるはずだ。抗生剤か？そうそう、それだ。きっとあるぞ。どこだ？おい、声を落とせよな。で、そのドリフターが管制塔で作業中にレーダー上の飛行機が消えちまったんだ。ポンってな感じに、綺麗すっぱり。それがこの辺だ。ワシントンさんの南か。そう聞いた。まあなんとか制御してとりあえず無事着陸はしたらしい。だがパイロットは骨盤をやられて失血死したんだとよ。誰も残骸を探しに行ってないのか。どうしてだ。あのジジイが許さねえからだ。アイアンマイクが？ああ、そうか、リッパーか。察しがいいな。このアイアンリッチの西側はみんなカルロスとイカれたスキンヘッドのお仲間たちが牛耳ってる。そこで捕まりそうになったら北に逃げるしかねえ。でないとアイアンマイクとリッパーの協定はピシュープヨーフォー。ああ、へい、よくわかったよ。でもお前はなんで俺にこの話を？おい、いいか、俺はお前に何も言っちゃいねえ。それを忘れんな。それにお前はドリフターだろ。俺が追っかけ回して世話を焼くとでも思ったが、子守じゃねえぞ。ああ、俺は忙しいんだ。そうだな、お前はいつだって真面目に働いてるもんな、スキッド。ただ生き残ろうとしてるだけさ。みんなそうだろ。いや、お前はただやるべきことをやりゃいいんだ。分かってんの？ああ、分かってるさ。無線を持ってろ。また連絡する。
ったく、信用ならねえやつだな。くそ、なんだ。こんなところでぼんやりしてるよりマシだな。ああ、パンデミックが起きた時にしてたこと？本当に知りたいの？どうした？調子は？ちょっと待ってくれ。それだけだ。わかったよ。どうも。いや、調子は？わかったわ。また来てね。調子は？見るだけだ。燃料は足りてるか？かなり溜まってるな。今日も遅くなるぞ。一日で終わらせるつもりでやるのよ。さすがだな。そうか。またな。調子はどうだ？それじゃな。待ってて、今開ける。聞こえるか？ああ、どうした、ずっと。前に話した件だが、時間かかりそうだ。アイアンビュートの境界線を偵察して、リッパーどもの動きを確認しとく。ああ、何の話をしてるか、俺にはさっぱりなんだ。すっとぼけてんじゃねえ。いいか、俺はリスクを負ってんだ。後悔させんな。また連絡する。それまでは、せいぜいキャンプを手伝って、マイクに媚び打っとくんだな。ああ、えい、えい、わかったよ、うっせえな。よし、ガソリンだ。
け。大丈夫だ。おいおい、外にいるのは危険すぎる。キャンプに行くんだ。キャンプ？ああ行くよ。どこだ、どこにあるんだ。いいか、ロストレイクでリッキーと話せ。キャンプに入れてくれる。助けてくれてありがとうよ。もう絶対にこれで終わりだと思った。ありがとうよ。ディーコンに会ったって伝えろ。立ち止まるな、気をつけろよ。いいぞ、使えそうだ。いいぞ。どうか、クソ、俺を待ってるってか。よー、ディー、今どこだ。おい、スキッツ、変なあだ名で呼んでちゃいねえ。おい、これでも俺はお前を助けようとしてんだぞ。この間の話だ。お前は今すぐ動き出した方がいい。リッパーのいる境界線のことだ。バカ言うな、そんな話じゃねえよ。俺はただ親切に教えてやってんだ。お前が外でバイクを乗り回してやならよ、今行くのがベストだ。分かる。ああ、そうだな、よく分かってる。じゃあな。月島、スナイパーだ。どうだ、痛いか、スナイパー野郎。
なら直せる。これでよし。どうだ？